劉備は同族の劉璋を下して征討を落とし、益州を治めることに成功する。かくして天下三分の計はなり、魏、呉、蜀の三国が中原に覇を競うこととなった。蜀の地盤を固めた劉備は漢中に目を向ける。その頃の漢中は西へと勢力を伸ばした魏の支配下にあった。しかし霊丹の拠点である平軍山さえ落とせば奪取も不可能ではない。天安24年、蜀の軍勢は平軍山へと向かった。近隣の山を攻略した甲虫が平軍山の将兵らを挑発する。そしてついに戦闘の幕が切って落とされた。この峰を越えれば漢中か。劉備殿、早く出陣しましょうぞ。早く敵将を仕留めたいと弓もたけておるのじゃ。はっ。この山々を越え漢中を手に入れる。各軍団任意に展開。兵軍団を強襲せよ。御名を利用しての旗落としが有効じゃ。やはり来ましたか。ですが通しませんよ。私の爪に切れぬものはないのですよ。美しく弾くことが私の美学です。
あとは任せた。たりとも消える。Yeah!
わりと思うなよ。